ボレスワフ・オルリンスキボレスワフ・オルリンスキは、ポーランドのパイロット、テストパイロットで、ポーランド軍の大佐である。ロシア帝国領ポジーリアのニーベルカに生まれる。第一次世界大戦中に、まず、ロシア帝国軍に入隊し、ユゼフ・ドブブルム氏の第一ポーランド手団、ウクライナ人民共和国軍を経て、独立を回復したポーランドに戻り、ボリシェビキとの戦いにおいてウクライナ、 人民共和国軍と同盟していたポーランド軍に移籍した。ポーランドソビエト戦争では、騎兵として戦った。ブイドゴシュチュとグルジョンツの航空学校で学び、1923年にグルジョンツの航空学校の教官となった。1926年8月27日から9月25日にかけて、メカニックのレオナルド首役と共に、ワルシャワ、 東京間 1300km をブレゲー 19A にで往復した。この異行に対し、日本からは、君六等局実賞が、フランスからは、レジオンドヌール勲賞が送られている。袋の途上、左の下の主翼を損傷したが、反対側の翼を短く切ることでバランスを取り、残り 6680km を飛び切って、帰還したという。 1928年に軍を辞め、ワルシャワにある、ポーランド最大の航空機メーカー PZL のテストパイロットになる。ジグムント・プワフスキが1928年に設計した PZLP-1 から1939年の PZLP-50 ジャストルツアブまで、すべての PZL 製戦闘機のプロトタイプの試験飛行を行った。 スポーツ機の PZL-19,PZL-26, 旅客機の PZL-4,PZL-44 ビケア、連絡機の PZL-2 を最初に飛ばしたのもオルリンスキであった。テストパイロットの仕事の一環として、国外の多くの競技やショーにも参加している。ポーランド侵攻で第二次世界大戦が始まると志願して軍に復帰。 1939年9月、イギリスの戦闘機を受け取るために、ルーマニアに派遣される。しかし、機体は届かず、そこから、ユーゴスラビア、イタリア、フランスを経由して、イギリスへ渡った。イギリスでは亡命ポーランド空軍が再編成されていたのだ。オルリンスキは、第305爆撃機中隊を率いモスキートによる夜間爆撃で活躍した。戦後、 カナダに移住。93歳で、トロント近郊のミシサガで没し、ポーランドに埋葬された。生涯で乗った、航空機の種類は92、飛行時間は約7000時間であった。ありがとうございます。